大小さまざまな独立商が点在し、古くからグレや石鯛のメッカとして釣り人に親しまれている鹿児島県の甑島。カンパチやカツオ類、さらにはヒラスズキやマダイ、アオリイカなども狙えることから、近年はルアーアングラーにも人気のエリアとなっている。今回はそんな甑島を舞台に、宮崎市在住の郡山義光がメタルジグを主体としたロックショアゲームの魅力を解説する。今回のルアパラ九州 TV は鹿児島県甑島のロックショアゲームをお届けしています。おはようございます。カルティバーフィールドテスターの郡山です。今回はですね、鹿児島県の甑島ですねに来てます。で、沖磯の方に渡って、今回はロックショアゲームですねの魅力を皆さんにお伝えしたいと思います。この甑島ですね、遥か南の方から黒潮が上がってきて分岐して、日本海側に流れる流れですね、対馬海流に流れるいい潮が入るところですね。いろんな魚、青物、根魚等たくさんいる場所なんで、楽しみにやっていきたいと思います。ではお願いします。はい、まずね、朝一ですね、投げるジグですけど、これは激闘レベルの 50g で、テールにね、STX の58、これはサイズは2番ですねをつけてですね、まずは表層を引きたいと思います。表層を引くんで、テールの方に、フックをつけてます。で、アシストフックはこれファイヤーツインっていうファイヤーフックですねの、これは 60g 用をつけてます。では早速やっていきます。まずは表層から。潮がね、結構ね、流れが効いててね、いい感じですね。よっしゃ、1投目まずは表層を引いてきます。ゆっくり。この激闘レベルはね、動きが割と派手なんでね、ゆっくりめでもね、バタバタ動いてくれてギラギラアピールしてくれますね。でね、朝一ね、表層に魚が浮いてたらね、これで反応すると思うんですけどね、ゆっくりちょっと誘っていきます。で、表層で反応がなければジグを沈めていきたいんですけど、ここ私もね、初めての場所なんでね、水深等まだ分かんないんで、あと潮の流れの強さですね、それを見ながら、ジグの重さを決めていきたいと思います。まずは 50g の激闘レベルで表層をちょっとチェックしていきます。見た目にもね、潮が効いてるのがよく分かりますね。だいぶジグを引く感じが重く感じ取られます。で、魚が浮いてればね、出るはずですけどね。よいしょ、早くも当たりを捉えた郡山。ましたね、中層できました。止めた途端に来ましたね。さーて、魚は何でしょうね。引き上げます。おいしょ、おー、これはヤイトガツオですね。スマガツオ、いいスマガツオが来ました。よいしょ、中層でヒットしましたね。はいはい、スマガツオね、おいしそうなスマガツオ来ましたね。これはね、激闘レベルのね、 50g ですね。ちょっとね、ボトムが取り出なかったんですけどね、これで中層をふわふわしてたら、止めた瞬間にゴツンと持ってきましたね。バッチリフックもかかってますね。これがね、ファイヤーツイン、ダブルでついてますね。バッチリかかってます。60g 用ですね。はい、
やりました。はい、来ましたね、朝一ね。で、今ね、激闘レベルの 50g を使ってるんですけど、ボトムが取りづらいなと思ったんですけど、まあ、中層で食ってきましたよね。で、実際ね、釣った魚がね、キビナゴを吐いたんですよね。で、サイズがね、キビナゴのサイズがちっちゃいんで、とりあえず中層で食いそうなんで、まず 50g で中層付近を探っていきます。ボトムはちょっと取りづらいんですけど、まあ多分ね、マッチザベイトでこのぐらいのサイズが良さそうな感じもするんで、これで何回かやってみて、で反応がなければまた帰ってきます。では早速やってきます。よっしゃ、行くと、あー外れた、外れましたね。今ね、ヒットしましたけどね、外れましたね。魚はいますね。当たりが出た流れの中を集中的に攻める郡山。すると、よっしゃ、ドーン、来ましたね。止めた瞬間にやっぱり来ましたね。よし、さて今度は何だ。やっぱりカツオ系ですね。よいしょー、はーい、いいスマガツオが上がってきましたね。はいはい、やりました。同サイズぐらいですけどね、ブリブリと太ったね、スマガツオですね。いいですね、これ激闘レベルの 50g。 やっぱり中層でゆっくり引いてて止めてた方がいいですね。止めを入れたらやっぱゴツンと持ってきましたね。はい、これね、スマガツオと言うんですけど、正式名称はスマですね。で、通称ヤイトガツオとも言います。で、なぜヤイトガツオっていうかというと、ここにね、このお腹のところにね、前のところに点々があるんですけど、まあお灸ヤイトを、したような模様があるんでね、ヤイトガツオとも言いますね。で、すごく美味しい魚ですね。はい、やりました。太ってますね。はい、まあ、流れの中でね、今ね、連続してヒットしましたね。で、ちょっとね、このワンド、お島のちょうどワンドになったところですね、この辺もちょっと気になるんで、まあ、この辺はね、根魚をちょっと狙ってみたいと思います。で、タックルもね、先ほどね、ミディアムヘビークラスからミディアムクラスに落として、で、ジグもね、これは投げ次郎の 50g、これを沈めて、やっていきたいと思います。で、一応ね、根魚狙いなんで、テールにマスクドスピンの S サイズですねをつけて、これはフックもね、ライトなやつですね、これは STX45ZN のこれは8番かな、8番、もしくは、ジグに合わせて10番とか、いろいろ試してやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。で、ラインもね、メインラインが P の 1.55 で、リーダーも35ポンドに落としてます。ではやっていきます。まあ、根魚もね、良さそうなポイントなんでね、釣れたらいいですね。とりあえずボトムまで沈めて、せっかくね、この磯に来たらね、いろいろ試されるといいと思います。で、青物、まあ青物も釣れていいんですけど、まあ根魚もね、これもまた面白いですからね。磯を満喫するんだったら、このショアジギスタイルでいろんな魚を狙うっていうのもありですね。青物から根魚狙いに切り替えた郡山。しばらく当たりがない時間が続いたものの、ルアーのカラーを変えながら釣り場の広範囲を探っていると、よし、あ、当たりましたけどね、今外れましたね。惜しくもフッキングには至らなかったが、続けて狙っていると、よっしゃ、ヒット来ました、来ました。今度はがっちりとフッキングに成功。よし、
一挙に根高なポインで一挙に巻き上げます。目に入られないように。よっしゃよっしゃ、赤旗のいいのが来ました。よいしょ、はい、やっぱりいましたね。いい赤旗が出ました。でね、これが釣れる前にね、1回当たったんですけどね、1回というか2回当たりましたね、ワンゲストの中でね。で、かかんなくて、でまたも同じとこ投げて、でフルキャストした、沈めたとこですね。でフォールでボトムつくかなっていう時にもうゴンって食ってましたね。はい、綺麗な赤旗です。サイズもいいですよね。でね、これヒットしたルアーは、これは投げ次郎の 50g ですね。 50g にテールの方にね、マスクドスピンをつけて、でフックはね、テールがね STX の 45ZN ですね。のこれは8番かな。でもともと投げ次郎についてる、これはアシストフックですね。細軸で刺さりのいい、フックになってます。はい、今ね船が見回りに来たんで、別な釣り場もねちょっとチェックしたいと思います。でね、まあ、今日は今ここの磯でも釣れてるんですけど、他のとこも様子見てですね、まあ、楽しみたいと思います。では早速、ちょっと片付けてですね、移動します。見回りの船が来たタイミングで釣り場の移動を決断した郡山。後半戦、新たな魚種の登場をお見逃しなく。今回のルアパラ九州 TV は鹿児島県甑島のロックショアゲームをお届けしています。はい、背変わりして、大きな、背ですねに移ってきました。ね、ベイトもねちらほら見えて、今ね映ったばっかりなんですけど、まあ、足元でねベイトを追い込んでね、今3回ぐらい、ボイルしたのが見えましたね。で一応ねとりあえず ここはレイドバックの 50g を、投げてちょっと様子見たいと思います。では早速やってきます。ちょっと大きめに投げて、多分この岸沿いに追い込んで捕食してると思うんですけど、定位置がね多分そんな沖ではないと思うんですけどね。とりあえず沈めて、だいたい水深 20m ぐらいの感じですね。このちょうど島と背の間が水道状になってて、ベイトが溜まってますね。まだちょっと潮があまり動いてないですね。ちょっとね、ベイトはいるんですけどね、活性がいまいちのような気もするんで、とりあえず根魚を狙ってみます。潮がちょっと動いてない時間帯は根魚を狙って、で潮が動き出したらまた青物を狙いましょうかね。はい、じゃあ投げ次郎、にマスクドスピンですね、STX の ZN、 45の ZN ですね。これでいきます。投げ次郎は 50g です。はい、ボトムまで沈んで巻いてきます。よっしゃ、来た、1投目から来ましたね、巻きアクションで。よしよいしょ、目に入られないように。なかなかいい引きですよ。ああ、根に入ったか。ああ、出てきました。おお、グッドサイズの赤旗ですね。一回根に入られたんですけどね、待ったらね出てきますんでね、根魚は。よいしょ、はい、来ました。グッドサイズですね。ね、他の背で釣れたやつよりもちょっと大きいような感じですね。これは40ぐらいあるんじゃないですかね。で投げ次郎の 50g ですね。でマスクドスピンの S サイズで、 ST45 の ZN のこれは8番ですね。
をつけてきました。メダカナに変えて1投目巻き上げですぐ来ましたね。ナイスサイズです。綺麗ですね。はい、やりました。この日は読みが冴え渡る郡山。続けてネザカナを狙っていると、よっしゃ来た。やっぱついてましたね。やっぱベイトが溜まってるところにはゴリ巻きゴリ巻きゴリ巻き目にね潜られないようにゴリ巻きで手前に根が張り出してるんでね。よし、はい、まあ、ちょっと可愛いサイズになりましたけど、まあ釣れるっていいことですよね。はい、まあ可愛いサイズですけどね、来ましたね。やっぱりついてましたね。ベイトが溜まってるところにはやっぱついてますね。でテールのねこれねマスクのスピン、ブレードがねアピールよくあるのかもうテールから食ってますね。バッチリかかってます。はい、ちょっとね潮目が見え始めたんで、青物を狙いたいと思います。これはレイドバックですね。レイドバックの 50g にファイヤーツインのこれは 60g 用ですねをつけてます。では、早速やっていきます。このレイドバックはね、フロントの方にへこみが、形状的にあってですね、そのへこみで水流を、捉えることができるんで、潮の動き始めとかですね、をこう分かりやすい、しゃくった時に分かりやすいジグになってますね。この動き始め、なんかに使うといいと思います。で、まあ動きはあと派手じゃないのでね、まあ、擦れてる魚、あとは、まあ、やる気のない魚にはアピールしてくれるメタルジグになってます。あ、ベイトが岸沿いに寄ってますね。ちょうどね、フロントの方のね、この、こう、表と裏って、まあ、形状が違うんですが、ここにね、ちょっと凹みがね、作ってやってね、ここで水流が、分かりやすくなってますね。こういうジグです。でね、先が尖ってないんでね、水流を受けるんで、あんまりこう、水を切って派手に動くようなジグではないです。だいぶ手前側にベイトは寄ってますね。岸沿いに。ちょっと、岸沿いのその際を、手の際を狙っていきましょう。キビナゴの動きを見て、瀬際狙いに切り替えた郡山。すると、よっしゃ、一頭瀬の際についてましたね。やっぱり絶好調の郡山、またしても読みが的中。瀬の際についてましたね。よっしゃ、はい、来ましたね。瀬の際についてましたね。はい、カンパチの幼魚、練り子ですね。まあ練り子とか練り子とか言いますけど、まあ、背の際でね狙ってみたらね、あの状来ましたね。ゴツンと来ました。やりました。これでねレイドバックの、50g、まあ、潮が動いてない時にね潮を察知しやすいメタルジグですね。バッチリ来ましたね。はい、でフックもねこれね、ファイヤーツインダブルでかかってますね。バッチリかかってます。はい、やりました。さらに続けて、よっしゃ、またしても当たりをキャッチ。これはいいサイズか。よっしゃ、やっぱり同じとこついてましたね。根際にこれはいいサイズっぽいですね。さっきよりサイズアップかも。よっしゃ、一緒かな。ちょっとサイズアップか。よっしゃ、はい、来ました。やりました。練り子ですね。カンパチの幼魚よく効きますね。でね、根際をねやっぱりね走ったりね根に入ったりするんでね、カンパチはねやっぱりねファイトが面白いですよね。このサイズですけどねよく効きました。
はい、これもレイドバックですね。レイドバックの 50g バッチリ潮の動き始めに効いてますね。はい、ファイヤーツインバッチリかかってます。嬉しいですね。はい、やりました。残り時間もわずかとなったところで、よいしょ、さあ、よし、やっぱ瀬際についてますね。なかなか違うカンパチじゃなさそうですね。カツオ系ですね。よっしゃ、スマでした。スマが回ってきましたね。今度はスマガツオですね。やっぱり瀬際でどうも食うようですね。まあ、ベイトを追い込みやすいんでしょうね。瀬際でこれも食ってきましたね。まあ、最初カンパチかと思ってね、強引に引っ張ってきたらね、沖に泳いで引きが違うかったんでね、あ、魚が違うと思いましたけど、まあ、太ったね、スマガツオ、美味しそうなやつですね。これもね、レイドバック 50g バッチリですね。はい、やりました。はい、お疲れ様でした。今回はですね、鹿児島県の甑島から、ロックショアゲームですね、沖磯に渡ってロックショアゲームを、ご紹介していきました。で、まあ、狙いの青物、あと根魚ですね、たくさん釣れて今回のショアジギングはすごく楽しかったかなという印象があります。で、このショアジギングですね、他にもね、大型を狙う場合とか、あとはね、違う魚ですね、他にもいろいろ釣れるんですよね。まあ、シーバスなんかもね、ショアジギングでも釣れたりするんですけど、このいろいろ可能性がある釣りですよね。すごく楽しくて、あと、まあ、釣れない時もありますけど、その時はいろいろ考えながら努力して貴重な一匹を取るっていうのも、楽しみの一つですよね。皆さんもぜひ、試してみてください。今回はお疲れ様でした。やめようゴミのポイ捨て、マナーも腕の内。